はい、どうも、さけです。今回ですね、バロラントが出る以前の日本の CSGO のコミュニティについて話していこうと思います。まあ、バロラントのプロにもともと日本の CSGO 出身の人とかってめっちゃ多くって、その人たちがどんな環境でプレイしたいのかっていうのを解説したらちょっと面白そうだなって思って作ってみました。まあ、強かった日本のプレイヤーとかがほとんど CSGO からバロラントに移行しちゃって、もう全然ユーザー今いないんですけど、強い人とか。アジア全体で見ても、もうホウセイ君とかもそうなんですけど、もともと CSGO プレイヤーなんですよ。まあ、その人たちが全員バロラントに移行しちゃって、まあ、アジア全体で見ても乗っ取られちゃったかのような CSGO なんですけど、まあ、昔はね、どんな風に環境だったのかっていうのをよかったら見ていってください。それではどうぞ。まず日本の CSGO コミュニティについてです。まず日本の CSGO は GO 村って言われるくらいコミュニティが小さかったです。まあそれはなんでかっていうと、まず人口が超少なかったんですね。まあ、CSGO は世界的には流行ってるゲームなんですけど、日本だと超全然流行ってなくて、まあその原因は僕的に3つ考えられて、まず当時は全然パソコンでゲームをしてる人がいなかったんですよ。まあ多少は浸透してきたと思うんですけど、PUBG とかの影響で。ただやっぱパソコンを置くにもすごいお金がかかったりするから学生とかは買いづらいし、まあだからその影響で PS4 とか Switch でゲームをする人も多いし、で、プラスパソコンを持ってたとしても、オーバーウォッチとかレインボーシックスとかあとエイペックスとか別ゲーに結構人を割かれちゃうと思って、なんで昔から続けてる人以外はマジ全然新規参入しなかったと思うんですよ。で、今新規参入って言ったんですけど、この CSGO ってゲームはすごい自分で調べなきゃいけないことが多くって、日本で情報発信をしてる人が全然いなかったので結構覚えることも多いんですけど、海外とかから自分で情報を仕入れなきゃいけなかったんですね。なので必須情報とか覚えられず新規参入がしづらかったんですね。なので人も少なかったし新規参入がすごいしづらかったんですよ。これが GO が人口も少なく村と言われる理由です。で、次に大会なんですけど、日本の CSGO は大会も少なかったです。まあ、大きな大会が1年に1回あるかないかぐらいでした。まあ、最初の頃はね、JCG とかのコミュニティ大会とかあったんですけど、まあ、だんだんなくなっていっちゃったりとかして、日本における大会は本当なかったです。まあ、それで後半とかは宴が頑張ってたんですけど、あんまり数は多くなかったんで、結局上位のチームとかっていうのは、まあ、ESL の予選だとか、アジアの別の大会、日本国内だと大会がないんで、アジアの大会とかに結構出たりしてました。まあ、なのでこの大会が少ないっていう環境なのは、日本だとプロを目指すっていうのもすごい厳しいゲームでした、CSGO は。なので結構働きながらやってる人とか多かったですね。で、今大会について言ったんですけど、次その大会に向けてのチームの練習方法ですね。スクリームをどうやるのかとかなんですけど、まず CSGO っていうゲームはコンソールっていう場所に IP アドレス、そのサーバーのアドレスを貼り付けて、そのサーバーに入ってそれで練習をスタートする。他のゲームに比べると多分やりづらいシステムだと思うんですよ。まあ、特にバロラントやった後とかだと。で、このチーム練習とかをするときにもそのサーバーっていうのを自分たちで用意しなきゃいけない場合とかも結構あって、単純に練習試合をするのとかもちょっとめんどくさかったです。まあ、そもそも初心者とかからしたらね、これをどうするのかっていうのを調べないといけないのも大変ですよね。まあ、ただ心優しい人とかがサーバー貸し出したりしてくれて、まあ、それでプレイしたりしてました。それはすごいありがたかったです。で、ボイスチャットも当時はディスコードじゃなくてチームスピーク3っていうのを使ってて、で、ディスコードがあんまり入ってなかった時はそのチームの練習試合を IRC チャットとかで釣ったりしてました。まあ、ディスコードが主流になってからは、今のバロラントと同じようにこうスクリーム募集ですみたいな感じで、何時からチーム名何々みたいな感じで、まあ、釣ったりしてました。まあ、この時のプレイヤーたちもさっき言ったようにプロになるのが難しい環境だったので、結構その社会人、学生、あとはニート、まあ、この3個が多かったです。なのでプロ選手っていうのはほとんどいませんでした。てか僕がやってる時はいなかったかな。なので多くのチームは学校終わりとか仕事終わりの21時から24時までのこの3時間だけスクリーンをしてました。なのでバロラントのプロみたいにフルタイムで活動する選手っていうのはほとんどいなかったです。まあ、なので今のバロラントみたいなお金とかが発生して結構練習に集中できる環境があるような、そういうのはすごい恵まれてる環境だと思うんで、まあいいことだなと思います。で、次に個人の練習方法ですね。これは言わせてもらうんですけど、これはどの FPS の中でも一番だと思います、 CSGO が。まあ、なんでかっていうと CSGO は別のゲームとかに比べて個人でサーバーとかマップとか立てれたりするんですよ。で、これがすごくて、ボット打ちをするにしても敵が走ってくるボット打ち、普通のボット打ち、あとリコイル専用マップだとか、で、デスマッチをするにしてもヘッドショットオンリーサーバー、普通のデスマッチ、スナイパー禁止、ピストルオンリーだとか、マジいろんな種類のデスマッチとかもあって、で、他にもキャラコンを練習する KZ サーバーがあったりだとか、ちょっと練習と関係ないですけどなんか隠れんぼサーバーがあったりだとか、まあ、こういういろんなことができるのが CSGO の凄みでした。で、一番すごいのはゲーム上でプロ選手の試合とかをデモンストレーションを再生することができるんですね。これどういうことかっていうと、プロ選手の動きを最初から最後まで全部試合を落として見ることができるんです。 HLTV ってサイトからデモファイルを落として、それをゲーム内で再生することによって、そのプロ選手の動きとか投げ物の投げ方とか、そういうタイミングとか全部見ることができて、まあ、こういうのも調べなきゃいけないですけども、調べてこういうの練習方法とかも詳しくなっていったら、この CSGO っていうゲームはどの FPS の中でも練習の質は一番高くできると思います。で、次にランクマッチですね。まあ、ここではパグって言うんですけど、まあ、パグっていうのはピックアップゲームスの略で、まあ、ランダムな5人を合わせて戦うっていう、まあ、システム、いわゆるランクマッチです。で、 CSGO はマッチメイキングっていう公式のランクシステムがあったんですけど、これは上位帯の人は全然プレイしていませんでした。まあ、なんでかっていうと理由が3つあって、1個目がサーバーの質が悪いっていうのと、2個目が
ランキングがない、で3つ目がチーターがたくさんいるっていう点。まず1個目のサーバーの質が悪いっていう話なんですけど、これは CSGO には128チックサーバーと64チックサーバーっていうのがあって、まあ、公式サーバーは64チックサーバーなんですけど、この128チックが大会とか練習試合とかで使われるようなサーバーなんですよ。でこのサーバーの質の違いに何があるかっていうと、128チックの方が質がいいんですね。でその質がいいと投げれる投げ物が変わったりするんですよ。128チックだと投げれる投げ物は164チックだと投げれませんみたいなのがあったりするんです。で公式は64チックサーバーなので、あんまり練習の質が高くない、必須な投げ物とかも投げれなかったりしました。で2個目のランキングがないっていう話ですね。でこれは CSGO ってシルバー1シルバー2シルバー3ノバ1ノバ2みたいな感じでランクシステムはあるんですけど、最高ランクのグローバルエリートまで到達しちゃったらもうランキングシステムとかもないんで目標がないんですよ。最高ランクでやったー、あーじゃあ次どうしよう、目標がないみたいになっちゃうんですよ。だから結構上位勢の人とかはランクシステムある別のパグシステムをプレイしていました。で最後にチータがたくさんいる点です。まあ、日本のマッチメイキングサーバーには結構ロシア人とかの外国人サーバーがたくさんいたんですね。まあ、スピンボット、オートエイム、ウォールハック、まあ、多種多様なチートがたくさんいました。まあ、これはまあやってらんないよねっていう話で、まあ、MM はあんまりプレイされていませんでした。まあ、なので上位勢は 5EWIN とか FACEIT っていった別のパグシステムをプレイしていました。こっちのパグシステムは128チックサーバーだし、アンチチートが結構強かったりするのでチーターが少ないっていう、それにランキングもある、このメリットがもう全部あるんで結構プレイしてる人は多かったです、上位勢は。で、まあこれは結構面白い話なんですけど、これ 5EWIN って中国から提供されてるシステムで、これに接続するために VPN っていうピングを下げるソフトに課金をして結構プレイしてる人もいたんで、 5EWIN 勢とかは中国語でゲームの報告とかできたりします。これ結構面白いと思います。でもう一個の FACEIT っていうのは、まあ、シンガポールにサーバーがあって、もともと香港もあったんですけど、まあ、途中からそのサーバーなくなっちゃって、シンガポールなんで東南アジアのプレイヤーが多いです。だから有名どころだと XQRATE とか FORSAKEN とかダバイとかベンカイとか、まあ、あの辺の人たちが結構プレイしてたんですけど、日本から接続するとシンガポールサーバーって80とか90とか100とか結構ハイピングなわけなんですよ。だからあんまりプレイしてる人はいなかったです。ただアンチチートがしっかりしてて、ヨーロッパとかアメリカとかでもプレイされてるのが FACEIT なので、まあ、世界的にも有名で、さっき言ったような東南アジアのプロとかも結構プレイしていました。まあ、他にも ESEA とか別のパグシステムはあったんですけど、まあ、正直あんま流行ってなかったです。まあ、以上が結構 JPCS の昔話でした。今のバロラントのプロとかがもともと CSGO の人が多くって、その人たちが CSGO の頃どんな環境でプレイしてるのかって教えたら、まあ、ちょっと面白そうだなって思ったんで今回は動画を作ってみました。まあ、結構トップの人とかでも、まあ、お金がないっていう人多かったです。フルタイムでプレイしたら働けないからけど、実力のためにフルタイムでプレイしたい、まあ、そういう人とかは地下を選ぶしかなかったです。なので今のバロラントみたいな結構お金がもらえるようなその環境は恵まれてるんで、まあ、これはすごい感謝した方がいいなって思います。まあ、村って言われるぐらい小さいコミュニティではあったんですけど、その分で人とのつながりは強くて、個人的にはすごい楽しかったです。紅白って言ってね、なんかツイッターで募集してみんなでこう集まって遊ぶような、5対5作って遊ぶようなのとかすごい楽しかったですし、個人的には大好きでした。僕は今後有名になりたいので、みんなが面白いと思うような、思いそうな解説系の動画とか記事とかを作っていこうと思うんで、よかったらチャンネル登録お願いします。今音楽を作ったりしてるんで、こういう解説系じゃなくてもっと変なことやりまくる動画とか作って、とりあえず知名度伸ばしたいみたいな感じでやっていきたいんで、よかったら本当チャンネル登録して応援してください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。